宮沢湖この東側を埼玉県道30号 JR 八高線が通る。湖の西側は武蔵川丘ゴルフコース。宮沢湖宮沢湖ムーミンバレーパーク宮沢湖は埼玉県飯能市宮沢にある人造湖である。1941年に完成したアースダムで埼玉県立奥武蔵自然公園内に位置している。ダムの包み高は18.5メートル。 堤町長は240メートルである。湖の周囲は約2キロメートルで、満水面積は0.13平方キロメートル、貯水量は95万立方メートルである。湖水は反応支障瀬戸付近を流れる入間川より取水して、トンネルを用いて毎秒1.3立方メートル導水している。この湖を源流として小瀬川や、 イルマ第一西部を考えするイルマ北部第二溶水路が流れている。またゴルフ場の溶水として使われている。湖畔には西部グループによりレイクサイドパーク宮沢湖としてレクリエーション施設が整備されていたが営業を終了し2018年11月9日に世界初進出の無民のテーマパークメッツァが部分開業。2019年3月16日主要エリアである ムーミンバレーパークがオープンした。上日の通りテーマパークの建設に伴い、宮沢ここ半にある施設は全て営業終了した。専用桟橋での釣りとボート釣りが行われ、ヘラブナとワカサギ釣りが盛ん。また、禁止だったルアーフィッシングとフライフィッシングを時間限定で可能とし、ブラックバスも釣れるようになったり、家族向けに棚ゴや金魚釣り場も増設し、 フィッシングエリアとして拡大した矢先に、上記に記したテーマパークの建設に伴って、反応しの方針もあり、2016年3月に釣りに関する営業はすべて終了した。交通手段としては、電車では、西武池袋線反応駅北口、東反応駅東口、武蔵高萩駅から、イーグルバスに乗車。自動車では、首都圏中央連絡自動車道の鞘山日高、 インターチェンジから約15分。徒歩では JR 八高線、西武池袋線の東半応駅から北へ、約30分ほど、半応駅からは、約40分ほど。ありがとうございます。